時間がね、時間がね。はい、本日もやっていきまーす。みんな見てね、これね。今ね、夜のね、6時半。うん、6時半で、これね、髪ね、今巻いてきたの。でね、この撮影が終わったらお風呂に入るの。だから、もう本当にこのためだけに今日巻いたの。そう。だからね、後ろはね、何にもやってないの。うん、前だけです。はい。このためだけに巻いたんで、はい、皆さんよく見ててください。ということで、今日は、ライブに行く日のカバンの中身を、やりたいと思います。本当はね、ショート動画で出そうと思ったんですよ。もう TikTok で上げてるんですけど、縦で撮って、まとめたら、全然1分に収まりきれなくて、2分の縦のやつはもう TikTok の方に上がってるんですけど、YouTube って1分以内に収めないとショート動画にならなくて、だったら、ちゃんと、収まりきらなくて、かったから横動画で撮って通常動画で出そうっていうことで、はい、やっていきます。私的には2回目なんですけど、はい、もう1回やっていきます。ということでね、今からカバンの中身を入れてきます。詰めてきます。動画のためにね、カバンに詰めてきますんで、いろいろとちょっと少々お待ちください。はい、ということでですね、完成いたしました。本当にね、これガチでリアル、動画用に作ってるカバンの中身じゃなくて、本当に前回これで行ったんですよ。マジでこのカバンで行ったし、中身も同じ。ということでね、私のね、最近のライブに行く日のテーマなんですけど、ライブに行く人には見えないような格好でライブに行くっていうのをね、はい、テーマにやらせていただいております。よろしくお願いします。縦動画でも喋ったんですけど、もうね、なんすか、ネームボードとかね、フェルトとかね、そういうのはね、もう持ってってません。あとなんかグッズとかも持ってってないしね。アクスターだの、なんかこういうキーホルダーとかね、そういうのもね、もう全然持っていかないで、本当にオタクではないですよね。オタクではない。本当にファンというか、うん、そんな感じの。なんだろう。ということでね、私もね、出かけるとき荷物多いの嫌ですと、なるべく身軽で行きたいんですっていう方にはね、共感いただける内容になってるかと思いますので、グッズとかね、いろいろ持っていかれる方は、お前本当にオタクなん何してんのって思うような感じになると思います。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、ということで、全然これカバン映んないね、この画角ね。じゃあもういいや、もう足の上に置いてやりますわ。まあ普通にスマートフォン、はい、これもうチケットですから、スマートフォンイコールチケット、これ忘れたら終わり、入れない。もうこれさえ持っていけば大丈夫。移動中のエアポッツですね。エアポッツ、はい、移動中のエアポッツ。なんかね、最近ね、右耳だけ40分ぐらいで充電切れちゃうんですよ。左耳は全然いけるんですけど、リセットとかいろいろしたんですけど治んなくて、解消方法ないみたい。40分しか持たないイヤホンって本当使い物なんないよ、本当にね。誰かこれ直してください、本当に。誰かっていう、お願いしますっていう感じで、はい、このエアポッツでしょ。で、ですね、電子機器類から行くんですけど、はい。で、これモバイルバッテリーですね。あ、これめちゃめちゃ重いですよ、これ。長時間できるやつ。と、このコードね。充電するコード。はい。USB、なんだっけ？ライトニングケーブル。Type-C。こいつの名前がわかんない。ということで、これでね、マスターしてんじゃない？これで全部。すべての機器類の充電はマスターしてるんじゃないでしょうか、ということで。スマホでもパソコンでも何でもかんでも、これで、これ一つで OK っていうケーブル。なぜこのケーブルを持っていくかというと、私は YouTuber ですから、はい。YouTuber なんで、このカメラですね。こちらのカメラが必須になります。これは多分皆さん持っていかない。これ私だけの持ち物になると思うんですけれども、YouTube とか TikTok 撮影するときの、はい、このカメラです。はい、こいつでね、最近は撮っております。そして、こいつにつける、これが足でございますね。これをこう持って、ここにグリグリとこうはめるとね、こういう風にね、こうやって撮ることができます。で、YouTuber っぽいでしょ？こうやってよく撮ってるでしょ？こうやってね、今日は京都で食べ歩きしていけばいいわ。やってるでしょ？はい、このハンディですね。はい、これも持っていくと。はい。ということで、はい。もうこれでね、もう8割終了です。紹介しました。で、私、財布は持っていきません。モザイクするのめんどくさいんで、持ってこなかったんですけど、クレジットカードと免許証。はい、この2枚、このカードを2枚だけ持っていきます。どこに入れるかというと、ここのね、カバンのここ、真ん中のこの、何、街のない薄いこのポケットあるでしょ、ここにカードを2枚ポンって入れて、なくしたら大変なんでね、ここチャックを閉めて、こいつを財布代わりにしていますという。これはもうライブに限らずですね、もう最近は財布を持って出かけないです、私は。はい、長財布しか持ってないですよ、私ね。もうでかいじゃないですか、場所取るのも重いのもね、嫌なんで、もう普段からこういう感じでやらさせていただいております。もうね、キャッシュレスの時代で、まあ、現金使うことはね、コンビニで切手を買う時ぐらいですかね、はい、現金持って出かけるのはという感じでやっております。はい、
そしてですね、メイク直し、はい、メイク直しもですね、カメラとかが結構ね、でかいね、もうこう場所取るので、もうポーチを入れる隙間がないし、ガラガラいろいろ持ってくのも嫌なんで、メイクはですね、もう結構完璧にして、厚塗りからぐらいの感じでね、ファンデーションもアイシャドウもチークとか影のシェーディングとかしていく。はい、持っていくのはこの鏡、コンパクトミラー、これとですね、はい、これと、このリップ。やっぱりね、リップだけはどうしても取れてしまう。なんか飲んだり食べたりするとやっぱりね、取れてしまいますから、この2つ。マットな時はこれは持っていかないんですけれども、はい。今はこれにハマってるので、この3点セットで、この間もね、行ってきました。はい。これで終わりです。あとはね、つけまつげしてる時は、のりだけ持っていくとか、そういう感じでやってます。はい。こんな感じですね。はい。あとね、そう、タオルの話なんですけど、この間持ってったんですよ、 JSB ランド。はい、タオルを片手にプチョヘンザダン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 、ありますでしょ。はい、TikTok 見てくださった方ね、何回も同じこと言って大変申し訳ないんですけれども、ライブ中ってカバンここにあるじゃないですか。うん、後ろにありますね、これ立ってたら後ろにありますね、これ足元に、下にある方もいらっしゃるかもしれない。まあ、どっちのケースでも一緒なんですけど、まあ、後ろにあるとして、タオルを片手にって言われたら、皆さんタオルを取り出しますよね。そうするとですね、推しから目を離す瞬間が生まれるんですね。こういう風にですね。はい、後ろを振り返って、はい、タオルをガサゴソガサゴソ、しかもライブ会場暗闇です。はい、ガサゴソガサゴソ、取り出してっていうね、このね、5秒から10秒ですか?この時間がね、ベリーベリー惜しい。2時間半の公演で片時も一時も目を離したくないですね、押すから。はい、ということって、この間もねタオル持ってったんですけれども、タオル出すシーンはありましたですけれども、私はタオルをね一度も使わずに帰宅してしまいました。でも本当大変申し訳ございませんということですね。じゃあタオルを肩にかけて見てればいいんじゃないのって思った方いるかもしれない。邪魔くさいんですよ。邪魔もう落ちちゃう。あとね、タオルを片手にぶち込んだとか、これ、ね、結構ね隣の人に結構気使うんすよ、タオル回すの。隣のね方の視界に入ってね、こうタオルがこんな感じになっても良くないですしね、ぶつかるのはもう言語道断みたいな感じ。結構ねタオルを片手にぶち込んで結構気使うんですよね。かといってね、2人で行くとするじゃないですか、相棒師と2人で行って、じゃあ私がこっち行ってこっちに相棒師がいて、で両脇には2人とも見ず知らずの人がいたとします。で私は左の手で、はい、くるくるくる、相棒師は右手でくるくるくる、もうくるくるできないよねこれ、手がぶつかっちゃって、わかります。バンバンバンって結構ね、タオルは、はい、結構近年サボってます。はい、アリーナ席のみんなに託したっていう感じで、はい、スタンドだからバレないかなっていう感じで、ちょっとね結構おサボりモードに入ってますね、近年タオルの方はね。はい、ということで、はい、ラスト1点、最後、はい、これ双眼鏡、これです。はい、バラードコーナーの時座りますよね皆さん。はい、着席の時大活躍。あ、歌ってる、汗が見えますねってね。はい、まあそういう時とか、トロッコで、まあ周遊中、トロッコで推しが周遊中の時、ちょっと目の前の景色が、なんすか、視聴率低めだねみたいな、今この三塁側、うん、ちょっと手薄状態かなみたいな時には、一塁側で踊り狂ってる推しをね、こういう風に双眼鏡を使って観察する。はい、野鳥研究部の一員ということで、はい、双眼鏡マジでこれで終わり。あとはフラッグとかペンライトとかそういうのを持って、はい、なるべく身軽でライブは見るというね。まあファンミアリリーベとかまた別なかな、うん、まあでも、うん、まあそんな持ってかないかな。うん、結局ね、夏のなんだっけ、グリーティング、うん、ディズニーランドじゃねえか、なんだっけ、ミート&グリート、うん、もうなんか持ってこうかなとか思ったんだけど、結局手ぶらでね行きましたから、本当にね、こんな感じですよ私。はい、何分喋りましたでしょうか。12分、いい感じですね。この髪の巻きも12分で終了ということで、はい、お疲れ様でございました。ということで皆さん、良い年末をお過ごしくださいませ。バイバーイ。